星が落ちてく光を残し全て燃やして朽ち果ててゆく。はい、VA ライブドローイング今月の絵描き MC の杉井智隆でございます。よろしくお願いいたします。はい、11月24日ありがとうございます。第6回の配信となりました。今回もよろしくお願いします。早速ですがご紹介しましょう。皆さんもおなじみです、イラストレーターの姫宮ニーナさん、ふめんさん、まろやかやさんです。わーわはい、じゃあマイブーム、マイブーム、え、じゃあニーナさんからどうぞ。あ、今自分で言ったから私からになっちゃった。マイブーム、マイブーム考えるのかゲームですよ、ゲーム。ゲーム？ゲーム。あ、はいはいはい、はい、最近何買いました？最近買ったのは、うん、黙らない、放送事故で1個聞こえるスプラトゥーン2ですよ。あ、ね、前も言った気がしますですね、はい、はい、ありがとうございますじゃあ、ふむえんさんお願いします。あ、ふむえんです、よろしくお願いします。お願いします。マイブーム何かあります？最近、アズレン始めました。あ、流行ってる。超多いですよね。多いです、うん、いや、なんかあれ、カンコレのユーザーさんがそっち映ってるって話。映ってるのかな。カンコレはあんまり。なんというグレーな、グレーな。それは知るから。無課金のすごい優しいゲームで。なるほどなるほど、うん、優しいね、はい、ありがとうございます。で、マロヤさんお願いします。あ、マロヤカヨです。マイブームは、アイドル鑑賞です。アイドル鑑賞、はい。鑑賞っていうのは当たる？あの、コンサートを見たり、まあ、ブログをチェックしたり、うん、そうですね、あの、いろいろ追いかける作業を楽しんでおります。ありがとうございます、はいはい。というわけで、じゃあ第6回目の配信となるんですが、ですね、今回実はですね、発売記念拡大版ということで、本日11月24日発売となりました、フリルというブランドからですね、炎光少女 JK アイドルマリンの場合というヒロイン黒川マリンのライブドローイングをお届けいたします。今回お題を考えるときですね、ビジュアルスタイルのカレンダーにですね、キャラの、誕生日が載っておりまして、最初リトバスマサトにしようかとか、吉野のリライト吉野にしようとか、どうもネタ系の匂いがありまして、まあ、そのうち男性キャラもやらせていただくんですが、いろいろ相談しまして、結果的に発売記念ということで、プロカーマリンさん、指定させていただきました。とはいうものの、今回これフミュンさんご担当ですけど、いかがでしたか？マリンちゃん、なんかキャラデザ最初見た時からビジュアルがストライクだったんですよ。あ、なるほどなるほど。好みだったんですよ。お好みドストライクで、今月ちょうど発売日だったから、ですよね、今回、フミュンさんの実は発案で、あ、なるほど、そこに行ったかと思いながらそんな感じでお届けさせていただければと思います、一つ楽しんでいただければと思います、さてさて、で、この拡大版という話なんですが、今回は出雲メンバーに加えましてゲストを招きしております。皆様ご存知、フリルディレクター岡野斗也さんです。わー、よろしくお願いします。フリルディレクターの岡野斗也です。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、後ほどたっぷりとですね、まあ発売日なんで制作秘話や見どころなどをお伺いしてできればと思っております。それではライブドローイング今月の絵描きスタートでございます。おー、こうやって早速始まるわけですね。もうあのここからあの、はい、絵が始まりつつ、あの、私ら実はこれ一切見てないので描いた本人しか知らない状況なんですけど、はい、しかしいいんですか、こんな、はい、あのこのせっかくのライブドローイングは汚れませんこんなゴリゴリのいいんです、のエロタイトルをいいんです、持ってきちゃって、エロゲー会社ですいいんですあの、振り切りました。あのちょっと私今ヒヤヒヤしてますけどね、どこまで振っていいんだろう、エロネタをっていうところにちょっとヒヤヒヤ覚えながらやるんですけど、後で、ね、編集しますフミヤさんは結構エロ書いてますよね。エロっていうより、あの、フェチがすっごい好きなんです、はいはいはい、見えそうで見えないのとか、エロよりその一歩手前が大好きです、はいはい、ちょっと隠れたかも、チラチラ、チラ系がパンチラのチラの加減が大事あ、そうですそうです、たまんないですもう、あれですかね、パンチラですよって言って
もうパンモロヤンキーみたいなやつはもうダメなんです。モロじゃダメなんですよ。なんか面白くなって、もうガッシャーンふざけんなあれですか、歩いててちょっとひらっと、そうなんか、うん、ひらっと、ね、この、うん、スカートのめくれ具合というか、あの風のいたずら具合が、なんか知り合いの漫画さんは、うん、その太ももでいいって言ってましたよ。もうパンチはいらんってもうそのある一定の境地にたどり着くと、ね、もうパンチラとか見え、パンチラが見えそうで見えないものが見えるってのはもう当たり前だから、うん、もう俺は太ももでいいって言ってもうそれだけで全然いけるみたいな、なんか流儀があるみたいなこれは、いろんな人の、はい、さてさて、今回ですね、まあいつも見ていただける方々にちょっと、このフリルというブランドはさて何なのか、今回 の, あのお題 JK あごめんなさい、遠光少女という JK アイドルマリンの場合というゲームは何なのかというところのちょっとご説明をさせていただければと存じます。ゲームの紹介としまして、JK ジュニアアイドル業界で価値が今 JK までというあの話がございまして、18歳になったばかりのグラビアアイドルマリンは12歳でジュニアアイドルとしてデビューしたが、大人になるにつれて人気が低下、逆転をかけてアーティストとしてメジャーデビューすることになるものの、そこで彼女が待ち受けていたものはというくだりがあるんですけど、岡野さん何でしょうか。枕営業です。枕です。ありがとうございます。イケボありがとうございます。はい、このマリンちゃん枕営業に従事することになってしまうという、非常になんか、リスクの高いあの発言をさせていただくんですが、実はですね、私この収録決まってやったんですよ、昨日ついもうあの昨日インストールして、まあ定格ゲームだから、ペロッとできるだろうと思ってたんです。長いんですよ、ところがギッチョン、正直仕事中だったんで割と流し見なんですよ。中身ばかりはそれでいいやと思って結構飛ばしてるんですけど、それでも2時間になってますからね。ギッチャンってやったら多分、半日はかかると思います。半日以上かかると思います。真面目に音声聞いたりとかやってると相当かかりますんで、いやー、これ大丈夫って思いながら今回話してマリンさんでいいのか、いや、いろんな意味で大丈夫かなと思いながら、きのきとゲームやったんですけど、はい、はい、イラストの方がラフが終わったとこですか、これ。あ、私、ラフは 4回とか3回と書いちゃうから、ね、なんか最初の方は結構、なんか構図からもう、なんか、いくつかなんか案出して、そうですね、何書こうかなって感じで、ぐるぐるやってて、ぐるぐるやって、これ、何倍速ぐらいですか。これ、3倍速ぐらいだそうですよ。でも早いですよね。いろいろと修正しつつ、というところで、はい、低価格と思えないぐらいのボリュームがあるという宣伝文句になってしまうんですけど、本当長かったんで言うときます。ボリュームたっぷり。はい、ボリュームたっぷり。本当にすごいと思うな。ですね、まあ初デビューですので、事前情報として今今月11月の9日に。秋葉ブログでビジュアルアーツのコラムがあるんですけど、そちらで遠光少女2のコラム、どっかのトヤさん書いていただいてるんですけど、超絶生き生きしてます、面白かった。普段あんな文章書かないでしょ、あなた見ないですよ、あんなの。いや僕過去の、だから遠光1、はい、そして青少女から、もうやっぱ秋葉、まあ、たまに1年、年2年に1回ぐらいかな、はい、秋葉ブログコラム書くんですけど、やっぱその時はね、なんかこうやっぱ普段抑えてたものが解き放たれたので、溢れ出てしまう、いやごく長年仕事ぶりを見ているので、どんな人かよく私は知っているんですけど、あんなの書くじゃないなっていうのとあとちょっと反応出るんですけど、何でしたっけ、 SM スナイパーでから来てませんでした。遠光1の時、あ、1から、あれがね、イケパン候補、イケマン曰く、岡野トヤインタビュー史上最強に面白いと。最強、本当に面白かったです。あれは本当に読んでこいつ誰やと思いながら、SM スナイパー岡野トヤで検索すれば出てくるんで、ぜひ読んでください。あれは一見の価値があります。僕の、僕と岡野トヤと性についてセキララに2時間ぐらい語り尽くした。あれはね、濃いかったです、本当に。読み応えがあるし、いくらでも何やってんだこの人と思いながら割とずっと読んでたんですけどね、まあ、ここで書かれた名言が、言います。ああ、どうぞ。エロゲにごたくはいらない、ただエロければそれでいい。いや、もう本当資源ですね。
はい、そのエロさが追求できるかどうかっていうのは YouTube なので、 YouTube だったりニコ生だったりするので絶対できないんですけど、いやでもね、いやいいおっぱいかなって思って、いいおっぱいかな、ちょっとさっきからだいぶねこう修正しつつ、なんかマリンちゃんすごい大きいんですよ、うん、立ち上から割と、でも絵を見てると大きいんですけど、うん、なんかあのバランス取れてるとかシュッとしてるというか、うん、大阪でいうとこの、いやすっごいスタイルいい、うん、やっぱ今回なんかその、うん、あのまあ、普段あの原画の小泉さんの絵ってやっぱりちょっとそういう、もう本当に、うん、もう ナイスバディ、バインバインな感じなんですけど、まあ、今回やっぱあのグラビアアイドル設定だったんで、そこはなんかうまくハマったかな、まあ、そういうなんかそうめちゃくちゃスタイル良くても、あ、ね、これが普通のねあの、学園エロゲで、そのね同級生とか言ったら、こんなこんな爆裂ボディと同級生がいるかみたいな年あの学年に一人もいないかなってレベルのそうそうそうですよね。クラスメート全員爆裂ボディみたいな。はい、ありがとうございます。どうにか主人公どうにかなっちゃいますね。そういないんですか。そうそう、どうにかなっちゃう。 E カップ F カップに囲まれてね、前鏡だ。何を言ってる。授業中みんなの様子がおかしい。いや、あの、うん、ちょっと振り切っていきましょう皆さん。イラストレーター皆様はその描く絵で描くときは どっちが好きですか。胸の大きいこと、ちっちゃいこと、描くだけなら描く。あれ、実物はどっち好きなみたいな。実物は、まあ、実物でもいいですけど、いやそのね、描くどっちが描きやすいかみたいな。大きいのが私は好き。うんうん、皆さんは大きい方が好き、はい、なんかいいかな。マロミアさん、私は、どっちもどっちなんですけど、どっちもいいと思いながら描いてるので同じぐらいさせてください。真面目です。真面目です。同じぐらいさせてください。私そう、ちょうど、うん、こんなそういうこと考えてて、どっちが好きなんだろうと思って、うん、キャラに合ってればいいじゃんって思ったんですけど、やっぱり大きい方が好きでした。いやー、おいいですね、色っぽいですね、これ当然あれですかね、あの裸ではないんですよね、この絵は。服着はい残念着せました。残念ながらこのままなんかもう、一種まとまる感じじゃなく、こっから着せていく。ここから、皆さんじゃあ結構まず裸で着せていく、形取るのは服よりはっていう感じなんでしょうか、ね、裸で取った方がやっぱり、まあ、私最後だけちょっと見てるんであれなんですけど、実際薄着ですもんね。うん、そうですよ。そうなんですよ、うん、結構この服装のこの、うん、なんてここなんて言うんだろう、なんかそのなんか肩の空いてるところ、そう、ね、そうです、肩空いてるところと胸と腕がつながってる、はい、あの見える部分、はいはい、ここ最高かなって思います。確かこれなんか、まあ、やっぱなんか今年こういう服が流行ってるらしくて、じゃあ流行ってましたね。そうなんですよ、小泉さんが研究して、お、雑誌見たらみんな肩開いてて、うん、なんでも開いてるみたいな話を聞きました、なんか、冬でも開いてる、うん、そうだね、寒いな、そうなんですよ、ここだけ開いて、あのフリルのところらへんが長袖になってるとか、うん、めっちゃ可愛い、可愛い、うん、やっぱね、おしゃれに寒いやつは言ってられないわけです。肩寒くないですかと聞いたあのそういう服を着ている人に、あ、肩寒くないですかと聞いたらダメなわけです。ダメらしい。まあファッションは基本我慢でらしいですからね。いやー、はい、おっぱいの話題ということで、はい、とばいと言うところ二人聞いてないですよ。ああ、本当だ。あ、流したと思ったのに。じゃあ、先に言いましょうか。私絵描けないので、リアルに言いますけど、あまり規制がないです。あ、どちらでも。まあ、はい、触って柔らかい方がいいですって、ね。はい、まあ僕も同じですね。別にそのなんか、うん、あるないじゃなくて、そこに存在するっていうことが大事。ただなんかゲーム買って全キャラ貧乳だとケって言いますよね。ケ。なんでやねんって感じで、みんな違ってみんないい、一人ぐらい持ってこいよっていう。あ、いいですね。そうですね、密造的な、密造じゃないかもしれない。みんな違ってみんな いいなおっぱいはみんな違ってみんないいなみたいな。はい、
まあちょっと玉虫色の回答でございましたが、はい、というわけで、ここで一つお題を、はい、皆さんにですね、実はまあ、軽くちょっと伺っているんですけど、初めてプレイしたエロゲーって何ですかっていうのを、ちょっと聞いていこうと思っております。今回エロゲ会でございますので、ちょっと今も攻めてはいるんですが、実はセクハラに当たれないかとヒヤヒヤしております、割と。はい、あとですいません、売ったりとか言わないでくださいねっていう形で、はい、ちなみにですね、他社さんのソフトでも全然気にしません、言ってるともう意味ないので、そんな置きに行くようなトークはしません今回は。はい、ちなみに藤井はですね、実はちょっとこれどっちか覚えてないんですよ。初めてプレイしたエロゲー、アリスソフトのダルクか、はいはいはい、電脳少女かどっちかなんですよ。電脳少女学園古いですね相当古いですね。40オーバーですからね、もう私、まあね、はい、ちなみに PC98 ですからね、名作ですけど、はい、どちらかでございます。はい、じゃあ今回イラストご制作いただいたふむゆんさん、私はもうゆず育ちなんで、はい、ノーブルワークスですね、ゆずソフトさんの、はい、ゆずソフトのノーブルワークスさん、2010年ぐらいの作品というふうにちょっと記憶があるんですけど、そんなになるんですね。そんな前でしたっけ、そんなになるんですね、もうなんかすごいやっぱ最近の印象ですけど、割とね、あれ結構前なんですよ、うん、2007年ぐらい、うん、7年ぐらい前、もうそんなになるかと思うとちょっとドキドキしてるんですけど、うん、はい、ですね、原画がムリリンさんとコブイチさん、うん、あと SD キャラクターでコモアタさんがいらっしゃいますかね、ベンジュービーストでございました、ありがとうございます。企画が山宮律さん、ということで主人公は御曹司の影武者となって名門校の会議、そこで女の子と交流を描く、まあ、ゆずさんらしい50年記念作品という触れ込みでございました。これなんで買ったんですかね、覚えてます？私もともと小淵先生と森井先生が大好きで、あ、なるほどなるほど、そうなんですよ、そこからやってて、その時もう絵は描いてたんですか？うん、絵はずっと描いてます。なるほどなるほど、やっぱ好きなイラストさん、そうなんです、原画やってらっしゃるとって、そう、絵が見たくてもうずっとやってましたね、はいはい、まあ、非常に真っ当ですよね、そういう意味では素晴らしい素晴らしい、はい、ありがとうございます。ひめみやさん、はい、初めてやった色気なんですか？リトバーズのエクスタシーです。ああ、愛者精神の鏡と言いますか。なんと模範的な愛者精神で溢れためっちゃ好きですね。なんかその一番最初ってまだ私、なんだ18歳以下だって、クラナドやってたんですよ。あ、はいはい、なんか声がなかったんですよ。あ、当時まだ一番最初のやつかなんかで、当時としても声ないのはちょっと、ほぼなかったですが、うん、当時のゲームはてかなかったですね、音楽だけ、そう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 、でちょうど次また新しいのが出て、その時に出てたのがそのエクスタシーで、あ、もうちょっと待たなあかんなみたいなですね、クラナドで頑張って越してました。ありがとうございます、うん、リトバスエクスタシーを選んだのはもうそれやりたいっていう、そうですね、もうその時はもうすでに金のファンという感じで、もうずっとそうです、 ありがとうございます当時の皆さんが救われ、報われます、これで。はい。はい、ありがとうございます。マロヤンさん。あ、はい。私は、ニトロプラスさんのスマーカという作品でした。あれも名作ですよね。そうですね。うん、なんか情報量が凄まじくて、圧倒されました。まあ、最近 の、 ラノベのネタ、ラノベのネタって言ったらわしのいいのかな、なんか死に戻りというか、うん、何度も生き返っていてハッピーエンドを目指すっていう、うん、ギミック使われてて非常に評判のいい、私すみませんちょっとやってないんですけど、友人がですねものすごい勢いで進めてきたというのを覚えておりまして、これ面白いから絶対やれって言われて、いやその暇があって思いながら、グラフィックが今見てもすごい綺麗、原画が辻サンタさんでしたっけ？はい、そうですね、ソニコちゃんの絵を描いてる、ソニコさんの、原画の方なのかな、ソニコさんちょっとカジュアルには読めない、ソニコちゃん、スーパーソニコ、スーパーソニコちゃんなんかね、キャラ名でもね、他社さんはね、さん付けなんですよ、さかなクンさんで、ソニコさん、まだソニコちゃんがそこまで、まあ、そこそこ有名ではあったと思うんですけど、この作品知った頃は、まあ、ちょっとその時はゲームはやってなかったんですけど、いつかやろうと思った時はそのこっちを先に知ったんですよ、はいはいはい、でその
先生の書く、まあ、そのやっぱこうふくよかな女の子はもちろんいいんですけど、その正統派のプロポーションだったりドリンの体つきだったりっていうのの書き方がすっごい好きで、あ、なるほどなるほど、割とあの肉感的な絵を描かれるという印象があるんですけど、やっぱソニコさんのイメージが強いんで、うん、ゲームではやっぱロリコキャラも非常に可愛いという、うん、そうなんです。はい、ありがとうございます。はい、では岡野先生。はい、あ、スタジオミビウスの悪夢です多分ね、私と岡野さんしか分かんないと思う。岡野さんに分かんないと思う。分からなくていいです。分からなくていいです。これ聞いてる方はもう知ってる方だけ、あれみたいなことで。だから、あのこれビジュアルアーツからリリースされてるんですけど、うん、僕、まあ、もちろん、そうそうです。入社前にやって、だからもう僕がビジュアルアーツ入るのは運命だったわけです。運命だった。入社するのは。簡単に言いますと、キャラ20、ヒロイン23人、もしくは24人かな。を全員が了承するってゲームなんですけど、なぜそこに手を出したのかちょっと見ていいところからまず文句言いたい、文句というか疑問を呈したいといういや、それはね、うん、まあちょっとメイブさんに言われるんですけど、別に僕が勝ったわけじゃなくて先輩がいました。僕のエロゲメンターがいまして、師匠がいまして、はい、で師匠から、はい、岡野これをやれと、あ、今これが来てるとやれと、ありがとうございます、回りましょうってやって、ええ、ありがとうございますみたいな。なるほど、その、 メンターさんは多分ね、ちゃんと見る目あってものすごい売れたんですこれ、うん、そう、ちなみにエロゲ、まあ、小林エロゲメンターは、まあ、仮に王さんとしますけど、はい、王さんはその後、はい、ね、カメラの北村に就職しまして、はい、で、エロゲ売り場コーナー担当になってで今も多分ちょっと関東大で頑張ってんじゃないかなと思いますはい、それが僕のエロゲメンターでございます。あら、まあ優秀ですね、はい、非常にいや、まあミビウスの悪夢と聞いて、実は昨日は岡野さんと私と甲斐先生でギラギラだったんですけどその後実は私の藤井の席の後ろにですね、当時のことを知ってる人がいまして、親子が取締役でいまして、なんかないって聞いたら、音声収録、当時まだフルボイスって珍しかったんですよ、ものすごく、うん、他社さんより 1,2 年先行ってたっていうぐらいの、うん、で、そのスタジオが割と安伏心で、よく聞くと車の排気音が聞こえるとか、全然間に合わなくて、アスカピョンの、ゲンガのアスカピョンの自宅まで手伝いに行ってたとかで、そこで机がなかったとかPC を床に置いてゲーム制作するっていうことをやってたっていう話をギラギラ笑いながらさっき聞きました。このエロゲベンチャーが盛んだった頃の、そうですね、こうワイルドエピソードですね、なんかもう今音声の収録も今より半端なく手間がかかって、うん、ダットって知ってます？ファイル、ダット、あ、ファイルじゃないな、ダット録音って分かります？分かんないです。デジタルオーディオテープって言うんですけど、うん、テープ、テープ録音です。デジタルですから頭出し一応できるはずなんですけど、テープです。テープ、当時のこんな感じのカセットテープですね、こんなちっちゃい、本当に4センチかけ3センチぐらいの小さいテープなんですけど、それに録音してた時代ですね。いや、大変だったらしいですよ、うん、本当数人レベルで作ってて、と、まあまあ、とはいえ歴史を作った非常にいいゲームなので、興味ある方はぜひ行っていて、まだ、あ、売ってるとは限らないですけどプレミアになってそう、はい、そんなことは話して色づみが始まっております。さっき見てたんですけど、ちょっとこう笑顔がいいですね。あ、本当ですか。素晴らしい笑顔がいいですね。ちょっとにっこりした感じで、ディレクターからお褒めの言葉が出てまいりました。ありがとうございます。まだね、ゲームはプレイしてないから、うん、あ、こんなキャラでいいのかなって思いながら、ビジュアルを多分、これ収録してるのがまだその、ね、公開日のちょっと前なんですけど、うん、ちょうど今日体験版を、僕がここに来る前に体験版出してきまして、あ、本当ですか、ね、やろう、ぜひぜひ、ね、なんでしょう、黒いキャラです好きです、はい、黒いキャラです。さあ、藤井さんもやったから分かると思うんですけど、いや、もうなんかあ、こいつどうなるんだろうと思うよね、ニコニコしながらずっと何回キモいよってセリフを書いたか分かんない言ってくれるんですか、こいつ本当キモいなと喜んで本当何回出るんかなって感じですね。あとでちょっと全検索してみよう、うん、いや、
渾身の演技ですからね。わキモいって言ってくれるんだ。いやありがたいですね。ありがとうございます。ちょっと罵られる我々の業界で音声と音楽はあの仕事中でちょっと電話とか入るのあんまちゃんと聞けてないんですけど、ちょっとだけ聞いて、あーすげー頑張ってるわと思いながら、うん、そのあの感想を元にちょっとあの一度想像していただけると。そうですね、それやっぱアイドルの光と影っていうのが今回テーマなんで、やっぱりその素晴らしい、ね、光もあれば闇もある、闇が濃ければ光が輝くというのが裏テーマになっております。ありがとうございます。まあ表テーマは、ね、まあ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 、やでも表テーマはエルゲン5択はいらないので、表テーマは、あの何回エロシーンあった気が済むんかなこいつらと思いながら、あの個人的にはゲーム面白いと思いながらずっとやってるんですけど、はい、営業というかあの、まあ、管理する立場としては、なんでこの価格でこんだけ突っ込んでんのあなたらっていう不安が襲うんですよね。あのね、まあちょっとまあ多分ね、あんまりこうなんですかね、僕的にはオフィシャルな場ではないのでちょっといろいろ突っ込ませるとですね、あの小泉先生が書いちゃうんですよ。あのそう、僕の指定はもっと少ないんですよ。はい、はいはいはい、もっとね、あの要はあの値段と期間といろいろバランス見ながら、はい、まあ、大体このくらいの枚数でいきましょうかって話してるわけですよ。そしたらですね、まあ、小泉先生が書いちゃうんですよ。素晴らしい。ありがとう。書いちゃって、うん、で別にその書いちゃって結果、ああ岡野さん書いちゃったんでシナリオ作ってください。まだ音声取ってないですよ。シナリオ書いてください。で、はい、それでね割と直前に、あの2シーンぐらい増やしたんですよ。しかもね、それ言われたのが夏休み入る前で、夏休み入る直前に、しかもその夏休みなら私書くんで、書いてしてくださいって言われて、みたいな、いや僕夏休み結構予定、みたいな、割と斬新な言い方でしたね。そうそう、と思って、でもうしょうがないんで一応夏休み入る前に指定だけペロッと出して、まあ、こんなシーン、まあ、こんなシーンかなみたいな感じで書いて、あとはそのもう本当に最終日ぐらいでちょっと、まあ、半日ぐらい時間あったんで、もう会社来て必死こいて書いてました。そんな過去があったとは誰も知らなかった。いいのかそれっていう発言が若干あるんですけど、まあ、クオリティは確実に上がってます。あ、本当にすごいと思うな、グラフィック。やって損はない、本当にあれば。いやあのオタク2人っすね。そう、今回そのオタクキャラ2人、まあ、ホームページ見ていただくとオタクキャラがいるんですけど、あのお客さんからあのなんかあれ俺がいるみたいな反応いただく。まあそれは、ね、あのむしろ結構あの狙い通りで、いや別にその悪意があったわけじゃなくて、なんかその、ゲームのオタクキャラってちょっとこうステレオタイプな書かれ方をしてるんじゃない、まあまあ、やっぱあのチェックシャツ、バンダナ、小太りメガネみたいな、いやもっとリアル、本当のオタクを書こうと。で結構いろいろ小泉先生頑張ってもらって、かなりリアルなオタクができると思います。あのレオンはいます。ガリゴロの人めっちゃいそう。レオン実は友達にいます。そう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 。友達に一人います。アイドルの握手会の映像とか見たら、お、探せばいるんじゃないかみたいな。ねえ、いやでもね、この2人いいキャラ出してるんですよ。本当に、うん、いいサオシなんです、これ。そうそうそう、あの握手だけでは終わらせないと、いやもうなんかあの、まあ、ネタバレになるんであんま言えないんですけど、この2人 の, あの絡み具合が面白かったんじゃないですか。一つあったんですけど、どこでしょう、あの縛られてるやつ、あああれね、あれなんでこうなったのって。あのツッコミを入れたのが事実です。うん、あそこは、まあ、やってみてください、まあ、そのね、あのはい、私はレオン君の自宅のシーンで割と、もうあの半割れでなんでこうなったなんて言いながらゲームやってました。でも面白かったです。はい、そんなあのことを言いつつ次でございます。はい、すいません、ちょっとですね、こちらでですね告知コーナー、ちょっと行かせていただきます。すいませんが、今回ライブドローイングの担当いてましたふむゆんさん、2018年のビジュアルスタイルカレンダーご参加されています。ツーサイズカレンダーにて
A4 サイズのスケジュールシールで同梱しておりまして、全イラスト書き下ろしで、著名作家先によるキーキャラクターで共演となっております。 A3 中戸字で A2 見開き、ビジュアルスタイル、カレンダーが、VA コバイプラス、通販受付中ですかね、11月21日頃開始予定ですので、この放送が始まっている時にはもうすでに開始されているかと思います。ご興味ある方は、購買プラスでご検索ください。ふもゆさん、担当されたキャラクターは何でしょうか。私、ハルモニアのティピとシオナを描きました、はい、ありがとうございます。シオナの足に水をこうね、塗るのとティピの白タイツ塗ってる時が一番楽しかった。フェチでございます、うん、はい、そんな感じでございます。情報はまた追って、コミケサイトにもございますので、皆さん ご検索お願いいたします。というわけで、次のお題、先ほどもちょっとねいくつか出てますが、作り手だけじゃなくてもいいんですけど、フェチを感じる、もしくは感じさせたい部分はどこでしょうか、というお題でございます。岡野先生は、はい、ディレクター、はい、なしプロデューサーの立場から、はい、お答えいただければと思います。というわけで、はい、じゃあ誰が行こうかな。メイソ出した人にしよう。そらしてないけど、マロヤさん。そう、質問、うん、フェチを感じる部分、もしくは感じさせたい部分。あー、フェチ、作り手側でも、自分の性的でも別に構いません。どっちでもいいです。を感じさせたい部分、その体のパーツとかですよね。そうですね、まあ、服装でも、シチュエーションでも何でもいいと思います。自分これが好きっていうのがあったら教えていただければなと思いまして。フェチか、うん、でもない人本当ないんですよね、実は。あるはずなんですけど、なんか書いてて、ここにこだわろう、今回はここにこだわろうって感じで、ポイントポイントいくつもずれてるとか、ずれてるとか変わっていくのかもしれないですよ。キャラによるんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、この子だったらここかなっていう、うん、ポイントがあって、なんかそれぞれにこうある感じですね、うん、なるほど。そうか、感じさせたいという作り手の側だと、キャラクターの個性によってフェチのポイントが変わってくるっていう感じなんですかね。はい、そうですね。お、だいぶできてます。ありがとうございます。じゃあ、ニーナさん。はい。フェチ。フェチとだけ。なんかあります？フェチってちょっと変なとこですよね。変な。まあ、こだわりですね。言ってしまうと。足フェチとか言いますよね。そうそうそう。お尻フェチとか。だから、桂正和がパンツにこだわるとか、ああいうやつ。要はああいうやつです。何枚トーン貼っとんねん。そうそうそう。なんか話題とずれたらあれなんですけど、こうお肌とかを塗ってる時に、それを際立たせるハイライトがめっちゃ好きなんですよ。あ、はい、なんか縁みたいなやつ、うん、あれが結構好きですね。最後にピピって言えるやつ。そうです。ちょっと柔らかさをこうね、立体化させるみたいなが好きですね。なるほどなるほど、うん、わかりますわかります、ありがとう。ふむゆさん。私、女の子の体そのものが全部好きで。お、あ、なんかもう、そうそうなんですよ。もう頭から足先までもう上げてったらキリがなくて、書いてたら、うん、全部好きです。割と柔らかい体、柔らかいっていうより、まあ、女の子らしいというか、女性らしいというか、いや、まあ、なんていろんなところが好き。そうなんですよ。例えば、マリンちゃんだったら、うんうん、前髪パッツン、パッツン好きなんですよ、うん、あとこの生え際がすっごい素晴らしくって、マリンちゃん、ここ生え際が見えるの。いや、でもさっきから見てて、このパッツン前髪にすごいこだわりを感じたんですけど、パッツン具合でなんか結構パッツンをすごい調整してるんですよ。パッツン、そのタイプなんですね。なるほど。じゃあこのキャラでっていうところで、やっぱり、まあ、元の絵見ながら、そうですね、あと指もめちゃくちゃ好きだし、ああもうなんか全部好きです。全部好きで、うん、さあ音体、はい、フェチ、フェチ、あ、僕、そうですね、女性の方では僕は骨盤が好きで、骨盤、はい、その骨盤、まあ、前からのやっぱその腰周りのこの膨らみというかが好きで、そのもう
もう好きがこうしてちょっとこう、うん、あの骨格とかちょっと研究して骨格のなんか写真とかちょっと見て、あ、女性ダンスのコスパンってこういうところが違うんだみたいなちょっと見てきたおかげで、あのどんなに美人が出てきてもニューハーフであれば僕は見抜けます。そういうどんな美人でも腰、僕腰を見るんで。なるほど。で男性と女性はやっぱり骨盤の形が全く違うので、なるほどなるほど、そう、どんな手術をしてもそこだけはもう変えられない。はあ、女性ってこう丸みがあるけど、男性四角ですよね。そう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 、あの男性の方が骨盤が締まってるんですよ。あ、なるほどなるほど。で、まあ、女性は子宮があるから骨盤が開いてるんですよ。ああ、なんでその、まあ、で骨盤のその横の腰骨、この位置がそもそも違うんですよ。で男性の方が高くて女性の方が低いんですね。でそれはもう同じ身長の人を立たせて、その、まあ、ヌードを立たせるともう一目瞭然。すごい。まあちょっと、はい、あんま語りすぎたら、どっかで役に立てると思う、ね、その知識。だからあれですよ、もし皆さん、あのなんですかね、ショタキャラとか、そのニュ、まあ、ない、多分人生によってないと思いますけど、ニューハーフキャラを描くときはニューハーフキャラとかね、そのなんか男装、男装、女装キャラ、男の子ですよね、男の子ね、描くときはその骨盤の位置にこだわっていただくとマニアをうならせる。あ、なるほど。骨盤の位置とか 骨盤の骨盤の形にこだわって、まあ、自分じゃ意識しないな。やっぱり骨格っていうのは重要な要素ですからね、男性で選んで違いが出るというところのフェチでございました。とはいうものの、こういうのはやはりあの知識と知っておくと、うん、あの今後 あのイラストを作るという上では有益ですので、皆さんも一つこういうのを勉強してもらえればと思います。といい話で強引にまとめています。まとめました。強引ですけど、はい、増えてきてきた。さてさて、残りがですね、だいぶ、おっとごめんなさい、残りがあともう少しというところなんですけど、まあ、今回遠方所有する黒川マリンさんのイラストを描いていただいたんですけど、今回やっててすごい楽しかったと聞いたんですけど、あ、もうだから好みなんですよ、キャラ自体やっぱ好きなキャラ描くのは楽しいんですよね、ビジュアル好みだ。もうあのラフとか見てる時からもう、あーこの子みたいな。この子。あとなんかゲーム自体もちょっと暗めな感じ、すっごい面白そうで。面白い。あ、そういうの好きなんですね。割とダークっぽいのが。いや、やってるゲームは純愛とか萌え系が多いんですけど、あ、こういうゲームあるんだと思って。なるほど。本当最近知って。まあ、確かにね、女性が買うものないからな。まあ、なかなか知るきっかけがないから。それはわかります。なかなかに。リアルそうで面白そうだなって。ありがとうございます、まあ、もうちょっと時間あるんですけど、廃業の処理が入りました。廃業の処理はいいですね、そう、ここ本当にたまんないんですよ。これは、あ、そうか、あのサイドポニーになってる、サイドテールになってるんで、そこのひっつめのところですね。なるほどなるほど。マリンちゃんどっち向いても廃業が見えてて、いや素晴らしい。好きだなしかも耳見えてるんですよ、好きなんですよ。でもアイドルさんのこういう髪型私もすごい好きです。なんかちょっとチラッとチラ見えしてるのがいいよね、なるほどな。まだ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 もうちょっとまだまだあります、はい、ちょっと聞いてみるんですけど好きなエロゲって何ですか。好きなエロゲ、さっきやったの聞いたのは初めてだと思うんですけど、まあ、一番ハマったエロゲ、自分がこう一番歴史上史上ハマったエロゲって何か出てきます？まあ、影響受けたとか、影響受けた。一番最初にやったエロゲが一番心に残ってる。ああ、やっぱそれは。私は。そうですね、衝撃てか、あ、うん、残ったの、残ったの何だろうなと思って、好き嫌いともかく一番衝撃を受けたのはトゥーハートですけど、私は。影響を受けました。初雪桜が好きなんです。あ、あれ結構感動を受けていたな、感動した、あれは完成度高いですからね、岡野先生何か覚えてます？いや、僕もやっぱ人生で、まあ、影響を受けたのはそのワンと、あ、はいはい、奇策と、あ、はい、鬼畜号ランス、この3本が、あの岡野少年の、その人生を決定的に決定する、この3本をやってなかったら多分僕はここにもいないし、多分別の何かことをしてたのかなって思います。鬼
常によくわかりますね。確かに私もワンがいなかったらここにいませんもん。やっぱそうね、まあ、まあ本当にね、なんか寝食を忘れてプレイして、よくね、あのなんか中国とか韓国でね、ネットゲームやりながら死んでるじゃないですか、あ、多分僕あの一歩までは死んでました。エロゲのやりすぎで。どんだけやってたの。エロゲのやりすぎで死んでました。いや、まあ、若かったから生き延びられた。もう 寝ずにずっと、寝ずにずっと、寝ずにずっとやって、バイト行って寝ずにずっとプレイして、まあ、3日ぐらいやって、で、あ、死ぬって思われた。そうなんですよね。2鉄まではなんとかあるんですけど、3鉄すると死にますからね、人は。ね、あれね、だからやめられないんですよ。やっぱ、あの、バイト帰ってきて、あ、1時間だけやろうと思ってやるじゃないですか。もうやめられないんですよ。気になるんですよ。もう次の日の10時までやめられないんですよ。で、バイト行くんですよ。で、働いて帰ってきて、で、また1、あ、1時間だけやって。ダメだ、ダメな子がいるんだ。いや、はい、ワン、キサク、キチコラ、キチコラは多分わかると思うんですけど、キサクとワンがどこまで今 あの若いお客さんに通じるかが正直わからない。あのさ、ググってください。はい、ぜひググってください。名作です。全てで名作です。キサクは私もびっくりしたからな。あの完成度というか、世界というか。はい、というわけで、かわいい付けが入った眉毛って最後なんですか。いや、あ、もともと描いてます。今のは一旦なんだろう、なるほど、髪で強調っていうか、なんだなんだなんだ、この最後の、適当にペロペロって塗って、なんかペペってやるとなんかいい感じになるっていうのは、これはなんかね、もう僕たち絵心のない人間でも理解できない世界ですよ。なんだなんだ、だって今私今これ言ったら何をしてるんだろう。そう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 。これ何を持ってるんだろう。これは。あ、これは私のフェチです。あのマフラーやって髪の毛がモフってなるの。はいはいはい。ああ。今日この日すっごい寒くって描いてる時。なるほど。これま、あ、さらにここからマフラーがつくわけですね。うん、あ、ただの途中の落書きです。あ、すごい。わかるわかる。遊んでたんだ。あ、遊んでました。今日寒かった。なるほど。ちょっと遊んでたという。なるほど。マフラーに乗っかる髪の毛が好きっていう。そうなんですよ。十字工事とかね、この時期です。なるほど。こんなことしてたの。やってました。マリンちゃん髪も長い。すげえ。モフ具合。確かにライブだ。これこそライブだ。なるほどな。そうか、物を置いてそれに乗っかってるように見せるの、ああいう風にするんですね。いや、あ、これは何だろう、線画に色をなじませる、な、色やり方があって、このやり方もそういえばあったなと思ってやったけど、結局いつものに戻す。あれでね、試行錯誤ですね。いわゆるちょっと描いた後でちょっとこう角度ずらしたりするんですか。あ、最後にトリミングして、あ、ごめんなさい、間違えた。マリアさん、マリアさんもいつも最後にね、デザイン系でやってるよね。やるやる、トリミングしてて、あ、そんな感じで。可愛い奥ひげが生えてる。雑誌の表紙みたいなレイアウトだね。あれ、アイドルだからブロマイドみたいな感じか。あ、いいっすね、ブロマイド写真ですね。はい、というわけでもうすぐ完成ですからね。もうちょいだよ、もうちょいだよ。マリンちゃん、なくしかに言えばこういうの生写真もらえるのかも。あ、いいですね。1枚500円ぐらいで。チェキは1枚500円か1000円か、人によるんですけどね。ランクが上がると1枚1000円に跳ね上がるっていう。あ、これ公式ホームページ行ったら。これは実は、まあ、ちょっと言っていいのか、また確認する。あの、ニーナさんに書いてもらったんですよ。あ、書きました。おいしが書いたんだよ。へぇ、地域っぽくなるようにね、頑張って。あ、ちなみに援護書ってのはこう始まった。あれ、これマリーズです。なんか、私もあの間違い実は台本でしてて。ああ、なるほどね。で、後で、あ、気づいて直したっていう。援護書どっか書いてある。あの、ここ、間違えるところですね。本当だ、間違っていくんです。本当だ。よく間違えます。よく間違います。ちなみに、あれでも検索引っかかります。
検索引っかかる。はい、というわけで完成でございます。お疲れ様でした。はい、というわけで、はい、今回ですね、発売記念ということで、うん、フリル遠行少女 2JK アイドルマリンの場合、こちらからヒロインの黒川マリンさん書いていただきました。最後、フムユンさん、まあ、総評といいますか、ご感想お願いいたします。もうなんかいっぱい言っちゃったから、ね、うん、いっぱい聞きましたけど、ね、素晴らしいキャラクターありがとうございます。ありがとうございます。こんな可愛い書いてもらってありがとうございます。こちらこそ、いや、めっちゃありがとうございます。可愛い、はい、というわけで今回ですね、まあ、初めてですねゲスト呼んだっていうのは、うん、まあ、いつも4人でずっとやってて、あ、なんか初ゲストということで、もう別に呼びは来ますね。まあまあ、せっかくの発売記念なので今回はちょっと黙ってゲスト呼んでみたという感じなんですが、そろそろお時間になりまして、今回のイラストいかがでしたでしょうか。また、Twitter 等でアップさせていただきますので、そちらもご確認お願いいたします。それではまた来月お目にかかりましょう。最後、岡野とやさん、一言、はい、締めの言葉お願いいたします。遠行少女2、11月24日本日ですね、発売です。こう JK アイドルの光と闇を感じさせるエロくてエロいゲームになってますのでぜひお買い求めください。ダウンロード販売もあります。ありがとうございます。ぜひ検索してください。はい、ありがとうございます。それではまた来月末金曜お目にかかりましょう。さよなら、ありがとうございました。